皆さんこんにちは、所長の楓です。そしてプロゴルファーの須藤裕太です。よろしくお願いします。はい、何ですか、楓の研究所。はい、今日はあの楓所長とお呼びください。あ、すいません、はい、所長。はい、所長何ですかこれは。はい、あの私は、はい、実はですね、あの普段ウーミゴルフの MC として頑張っているんですけれども、はい、あの研究所もやっておりまして。あ、やってたんですね。そうなんですよ。ラボ的な。そうなんですよ。知らないぞ。楓研究所という研究所があります、はい、そちら、まあ、一人でやってるんですけど、一応所長ということで、はい、ゴルフにまつわるいろんなことを研究して日々頑張っているんですけれども、はい、ちょっと一人でやっていても、はい、まあ、いろんな研究は難しいということで、なるほど、はい、身近になんとプロゴルファーがいたんですよ、はい、今日はあの私のまず、まあ、1回目なんですけれども、はい、気になるクラブを持ってきました、はいはい、そのちょっと研究に一緒に参加していただきたいなと。あ、じゃあ初公開研究ってことですか。あ、そうです、初公開研究。今まではこっそりやってたんですか。はい、自宅で一人でやってました。やってたんですね、はい、楽しみ。じゃあまず研究物を持ってきますので、はい、お待ちください、はい、じゃじゃじゃーん。まあ、パッと見、はい、ゴルフクラブ、はいはい、いっぱいアイアン持ってると思うじゃないですか、はい、なんとこれおよそ30年前のクラブで。30年前、はい、同い年。私が今持ってるのがですね、ブリヂストン、はい、ジョーズアイアン、ジェーズアイアンあのまだちょっと所長成り立てなもので、はい、ブリヂストンから出ているジェーズアイアンプロフェッショナルウェポン。おー、ジェーズアイアン、はい、ご存知ですか。名前はね、知ってます、はい、あ、そうなんですね、はい、これがおそらく1993年に発売されたアイアンでして。ダメです。あ、本当ですか。はい、93年生まれなので。おー、同い年ということで、はい、所長よりも年上ですね。あ、そうですね、私が生まれる前にもう作られたアイアンなんですけれども、はい、まあ、確かにちょっと構えてみてもらっていいですか、はい、うん、なんか、まあそうだな、ジェイズアイアンっていう、まあ僕も当時0歳なんで、はい、わからないですよ。ジェイズアイアン、その時は知らないですよね。そう、わからないんですけど、イメージの中で、あ、確かにこういう顔は、うん、だな。でもやっぱりグリップだったりとか、はい、まあ、シャフトだったりとか、ちょっと昔感があるといいますか。ちょっとありますよね、はい、もしかしたらあの視聴者の方の中には、はい、実際に使ってたよっていう方もいるかもしれないんですけれども、なんせ私はもう初めて見たので、はいはい、まあ、ちょっと自分も打ってみたいなと思いつつ、はい、あと、まあ30年前のクラブで、はい、まあ、今ちょうどスドプロもブリヂストンを使いじゃないですか、はいはい、なんかちょっと比べてここちょっと研究をしていきたいなと。おー、面白そう、はい、思っております。興味ある。どうなってるのかな、飛ぶのか、はい、打ちやすくなってるのかとか気になること多いですね。そうなってるとは思うんですけど、はい、まず構えてみて打てそうですか。そうですね、このアイアンに関しては、うん、あのすごい特別な難しさっていうのは、はい、なんかなさそうだな。もっと僕のイメージだと、うん、まあ僕がその30年前のアイアンとかのイメージだと、もう本当にこう、はい、薄々でペラペラで、はい、思ったよりは、うん、思ったよりは打てそうですか。打てそうだな、むしろなんかちょっと構えやすいのみたいな感覚はありますね。ジェイズって何の略だか分かります？ジャパニーズ。おー、所長冴えてるね。どうですか海外で作られたものをちょっとジャパニーズモデルにしてみたよみたいな。おー、ご存知ですか。はい、知ってますけど、はい、ジャンボ、ジェイズはジャンボ兄弟です。あ、ジャンボブラザーですね。そういうこと。ジャンボたちですね。え、じゃあジャンボさんが開発に、はい、ジャンボ尾崎さんが作ったクラブ。すごい。この J はジャンボの J なんだ、はい、ジャンボ、ジェット、ジョー。そうですね。あ、そうか、3兄弟全員 J だ。 J だんで、ジェイズか、ジェイたちのクラブ、はい、でもまさにそのジャパニーズ、日本の誇りですよね。すごい、ジェのクラブなんで、まあ、確かに間違ってないの、ま、確かに、はい、ジャパニーズ、まあ、ちょっともうちょっと大きくなっちゃったけどちょっと当時を知ってるウーミゴルフがいるんですけど、はい、当時はもう話題のクラブというか、話題っていうかもう一世を風靡しましたから、もう誰もがみんなこれを憧れて持ってる。あ、もう流行りどころではないと。流行りどころじゃないです、しかもそれで言うと、さっき須藤プロが言った通りなんですけど、実はジャンボ尾崎さんっていうのは結構自分の中で難しいクラブっていうのは使わない、結構ボールが捕まえやすいちょっとグースネックのクラブを好んで使ってたので、それがクラブの開発の第一段階というか、はい、に部分にもなってるので、結構簡単に見えるっていうのはそういう部分だと。あ、じゃあ当時はアマチュアの方にも、あ、これだったら結構ゴルフ簡単になりそうみたいな、いいクラブ。っていうよりはもう憧れです。憧れが強いんだ。それでも難しいクラブでしたけど。へー、
須藤プロは知ってるけど打ったことはないですね。そうですよね、はいはい、なかなか今打ってるもないと思うので。そうですね、なんかすごく興味が、まあ、どういう変化があるのかの興味はものすごくあります、うんうん、はい、じゃあまず7番アイアンで、まあ、打ち比べというか、はいはい、見ていきたいと思います、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ジェイズアイアン7番アイアンで打っていただきたいと思います。はい、研究スタートです。研究スタートです。さあ構えた感じは特に。そうですね、うん、まあちょっとやっぱグースが入ってる、まあ、フェースが少し後ろ側にいる感じはありますけど、はい、まあ特にどうなるんだろう、違和感はないですね。いきます。はい、え、めっちゃいい球、ナイスショ、ありがとうございます。めっちゃいい球、綺麗にターフも取れて。ターフも取れましたね。え、どうですか打感は。打感はね、すごくいいですよ。あ、いいんですね。打感はやっぱこうボールがすごいフェースにこうくっついて乗ってる感覚っていうのがあります、まあ、すごい簡単に言えば柔らかく感じるって感じになる。あ、そうなんですね、はい、これが今スドープルがお使いのブリヂストン、はい、221CB です、はい、7番アイアンで、はい、なんか意外とこうやって並べてみると似てる。そうですね、まあ、でもブリヂストンだからなのかな、うん、このフェースの見た目形めちゃくちゃ似てません。そうですね、やっぱこう流れはできてますよね、うん、30年前からもやっぱベースっていうものがやっぱブリヂストンさんのベースってのあって、はい、そこから流れでいろいろ改良されてきてると思うんですけど、やっぱこう元々は同じ顔っていう感じだと思うんで、そこがやっぱりこうベースに今のクラブがあるんじゃないかなと思ってます、ね、じゃあそんなにその、まあ、グースがっていうのはありましたけど、はい、違和感もそこまでなく。あ、そうですね、そこまでこう違和感もなく、まあ、急にすごい小さいとかっていうのはそこまで感じないかなっていう感じですね、うんうんうん、この 221CB の7番アイアンでロフト角が、はい、32度ですね。32度、ここ7番アイアンだと一般的ですか、はい、まあ、ここ最近のクラブであれば、うんうん、あの一般的なロフト角にはなってるかなと、はい、なんとこちらのジェイズプロフェッショナルウェポン、はい、36度、36度、はい、まあ、当時は多分おそらく36度とか35度が7番アイアンの、まあ、ロフト角っていう風に、なってきてるので、まあ、そのあたりの変化はありますけど、あ、結構球は上がるけど上がりそうな感じはするかな、飛ばなそうだなっていう感じはイメージは、はい、やっぱりあります、ね、でもそうですね、4度ってなると、はい、うん、一晩手ぐらい違いますからね、はい、実際見た感じの距離ってどんな感じでした？あのいつもはトラックマンなどを使用しているんですけれども、今日は楓研究所ということでちゃんと距離も研究員が測ってくれます。僕が測ってます、はい、研究員の、はい、146ヤードですね。146ヤード、はいはい、あ、ってなると確かに須藤プロの普段のこの32度の7番アイアンだと、はいはい、今で言うとさっきぐらいな感じのスイングだとやっぱちょうど10ヤードぐらい飛んでないです。あ、へー、はい、あ、まあ、ちょっと抑えめで打って、まあそうですね、うんうんうん、フルスイング、まあ、8割ぐらいな感じで打って、へー、はい、ちょうど。でもイメージより落ちてるってことはないんですね。イメージより落ちてることはないですね、はい、飛ばないとか、はい、なったのかなって思ったんですけど。あ、確かにそうですね、ロフトとかいろいろ。だって30年前のクラブですよ、うん、だって球も良かったし、まっすぐ曲がり幅とかは、うん、まあ、全然ないですね、なかったですよね、うん、もうストレートで飛んでたかなっていう感じ。イメージも良かったですよね。イメージ通りです、はい。なんかこの研究大丈夫？30年前のクラブめちゃくちゃいいってなっちゃってますけど。いや、それはまあ研究はね、嘘つけないから、うん、予想外の結果なんですけど、なんか正直言って、まあ、飛ばないとか、はい、あ、やばいちょっと曲がっちゃったとか、うんうん、プロとはいえ、まあ、今ね本当に最新のクラブをお使いなので、はいはい、あるのかなと思いきや、強いて言うなら、はい、どこが今のクラブ、今こう打った感じでいくと、うん、今まで僕が振ってるクラブよりも少しですね、うん、抜け感、クラブの抜け感がちょっと悪かったなっていう感じなんですよ。なんで打った時の振動がですね、ものすごく伝わるんです。あ、結構ドンって、はい、ドンって当たってちょっとこう、うんうん、バイーンじゃないですけど、うん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 、少しこう抵抗してる感覚がすごい感じました、今の1球は。じゃあこのターフも結構取れてるなっていう感じなんですか、ね、そうですね、このターフ、もっと深く取れたのと思ったんですよ。あ、逆に打った時は、はい、だけど、まあ、これ見てるとそんなに深くもないから、あ、じゃあやっぱちょっと抵抗感は
あったのかな。でシャフトもその分ちょっとこう揺れる感じがあったんで、まあ、そういう意味では今ナイスボールでしたけど、うん、やっぱちょっとボールの曲がり幅はもしかしたら大きいかもしれない。そうなんですね、まあ、ある意味曲げようと思ったら結構曲げれるかもしれないっていう印象ですね。今のクラブより、今のクラブよりそれやってもらいたいかもしれないです。はい、はい、それやりましょうか。はい、はい、じゃあ今のクラブでまず、はい、ちょっとフックを打ちます。はい、はい、なるほどね。今のクラブは逆に、よく言えば勝手に曲がっちゃうことはないけど、はい、そうです。その曲げようっていうよりも直進性、まあ、曲がりに結構限界が来るかもしれないなっていう感じですかね。はい、そしたらですね、うん、狙いはあの、グリーンの右端から、はい、まあ、旗に、はい、曲げるぐらいのイメージで、まあ、両方とも打ちたいなと思います。はい、じゃあまず自分の7番で、はい、221CB からです。はい、おー確かに狙いより、はい、少し曲がりすぎたけど、うん、まあ、うんうん、まあまあ大体あのぐらいかな。なんか全然そのすごい曲がってるというよりは、はい、なんかドローボールとしてちゃんと使える球ですよね。そうですね、ゆっくり曲がってった感じですね。はい、はい、続きましてジェイズ、はい、のアイアンで、はい、同じように、はい、まあ、右端から、はい、旗の方向に、はい、あくまでスドプラ同じスイングで同じボールのイメージで打ちます。あ、そうですね、いきます。わあ、やっぱりね、ナイスショットだけど確かにあの曲がりましたね。そうですね、うん、やっぱり空中でのこう、はい、横にこう行くスピードがすごく速い、はい、なんかあの 221CB の時はなんていうんですかね、結構斜めにこう曲がっていったんですけど、今ジェイズは横にこう横に行きました、ね、ボールが移動した感じでしたね。そうですね、やっぱり同じような多分今ターフの取れ方ですけど、はい、やっぱ少しこっちの方がたわむなっていう、抵抗とかちょっと打ち込んだ時も負けてしまうかもなっていう感覚はあります。へー、はい、でも打っててやっぱり本当に30年前のクラブとは思えないですね。この打感はなかなかやっぱりこう手放せなくなっちゃうような、ボールがこうくっついてる時間がすごく長く感じるんで、やっぱこういい打感だなっていうふうに思いますね。なんか正直今日、はい、スドアプロが30年前のクラブだって、はい、私が最新のクラブを使って勝負したらちょうど良くなるんじゃないとかちょっと期待してたんですよ。ちょっとこの研究の裏にはそういうのもあったんですね。裏テーマも実はあったんですけど、なるほどなるほど、初回にしても裏テーマ言っちゃうんだ。もうやめておきます。全然そんなになんかスコア悪くなりそうとかもなくないですか。まあそうですね、まあ、距離がやっぱり一番手ぐらいやっぱりちゃんと落ちてるんで、うん、まあ、まあそういう意味では、まあ、7番で打てるところを6番で打たなければいけないっていうリスクってあの結構あのボディーブローのようにちょっと効いてくるんですよ、ラウンドしてると。ちょっとずつちょっとずつ、うんうんうん、やっぱそういうところで、まあ、出てくるかもしれないですが、はい、うん、でもやっぱその距離感に慣れてくれば、うん、まあおそらくそこまでは変わんないんじゃないかなと。いやー、はい、すごい。バーディー取れる確率は減るかもしれないですね。あー、やっぱり多分そのねじれちゃう分ボールがこう曲がってくる分、そっかそっか、ちょっとした狙いに関してはやっぱり今のクラブが素晴らしいけど、平均 3m ぐらい 5m ぐらい乗ってたのがちょっと 10m になっちゃうとかになると、うん、やっぱどうしてもバーディーパットの長さで長くなるんで、そうなるとやっぱそういうところは来るかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、急にこう打てなくなっちゃうみたいなところはとんでもないことにはならないと、ね、ならないと思いますね。わー、すごい、うん。あ、そうですね、はい、はい、ちょっと所長も所長打ちたいですよね。そうですね、どういうふうに、まあ、今の打てる感覚が、はい、ただ所長からすると、はい、多分小さくて昔の小さいです、ね、クラブっていう感じになってるかと思うんで、確かにこのいわゆるグースっていうのが、はい、本当になんかギュンギュンっていう感じです。そうそうそう、なんかこういうこういう感じなんですよ。そうそうそう、ちょっとまっすぐもなんか難しいというか、そう、顔がやっぱり後ろ側にある状態、まあ、だからこそ捕まりやすいっていうのはあるんですけどね、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとそれは嬉しい。私にとって難しいクラブってボールが捕まらないことなんですよ、はいはいはい、やっぱりずっと右ミスでだし、うん、捕まらない悩みだったので、はい、あ、確かに構えてもクラブが開きにくいですね、うん、そうです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 。よし、では打ってみます。はい、さあ、大ちゃん人生初ジェイズのアイアンを30年前へ行ってらっしゃい。うわ、確かにいつもだったらこのダフリはもうちょっとあそこまでのミスにはなってないと思います。
ミスが結構ミスになってますよね、はい、厳しいですね。ミスには確かに厳しい、うん、とか今のクラブが優しいんだ。もう一球いきます。おお、ちょっと左、うん、でもやっぱりいつもより今そんなにダフったかなダフってたとは思うんですけど、はい、そんなにダフったかなっていう感覚なのと、でも確かにボールは捕まりやすそう、うん、右ミスは減りそうだけど、うん、私の普段のスライスミスが多い私でも左で悩みそうだなっていう感覚ですね、うん、なるとそんな難しいっていう感覚はそこまでないですよね。捕まえに行かなきゃいけないとかっていうことはないですけど、これはダフりに厳しいです。あ、優しく感じるのかな。そうですね、それがだからどう優しく感じる、見たら捕まりやすさはあるけど、はい、うん、じゃあそのこっちのでダフりがなくなる方が優しく感じるのか。あ、そうですね、ちょっと今の私は本当にあのピンの GLE3 という最新のクラブを使っております。おー、よいしょ。まあ、少し正直右には行きましたけど、はい、今もどちらかといえばダフり気味、うん、まあ本当にさっきのジェイズ2球目と感覚的には同じぐらいなんですけど、はい、やっぱりこの辺でジェイズはやっぱグッと止まっちゃうところから、はい、今の新しいクラブこう抜け、うん、っていうところは全然違うのかなっていうのと、まあ、ちょっとダフってもクラブが押してってくれるから飛距離もそんなに落ちないのかなっていう感じですね、うん、なるほど。いや、私は30年前のクラブはちょっと難しいです、やっぱり、うん、難しいわはい、という研究結果になりました。今回ですね、このジェイズ3番から入ってるんですよ。ちょっと3番、はい、難しいんじゃないかなと思いまして。確かに3番は難しそうなイメージありますね、はい、ちょっと3番ヤンを打っていただけますか。はい、はい、よっと3番ヤン、やっぱまあ3番アイアンっていうのが今結構ないんですよね、うんうんうん、今のクラブって。そうですね、なかなか今のクラブで3番アイアンって見ないんですよ、はい、なんで結構お久しぶり3番アイアンなんですけど、はい、3番アイアン自体がやっぱこれはねこんな薄さしかなくて、はい、やっぱこれは難しそうだなって印象あります。うん、単純にまあ長さとかも、まあそうですね、含めて、はい、ただやっぱ少しそのグースが入るっていう意味では同じ感じなので、うん、はい、まあ、ここはまあちょっとでもボールは拾ってくれるのかなっていう期待感はあると思います。おー、行ってみましょう。はい、じゃあ行きます。はい、はい、3番アイアン。うわー、ナイスショー。あー、やっぱすごいですね、抵抗がやっぱりちょっと右に行っちゃいましたけど、須藤プロ的にさっきの7番では結構ドロー目で打ってたと思うんですけど、3番アイアンはちょっとフェードっぽく、そうですね、今のはね、やっぱちょっと抵抗に負けちゃった感じがあります。ちょっと突っかかって抜けなかったなって、はい、少し抜けなかったっていう感じはありますね。まあ、7番とかは捕まえるイメージが出てたんでそのまま打って、はい、まあ、捕まってる形でしたけど、はい、やっぱちょっと難しさがあるんで少しこう上からちょっと当てに行っちゃった感はあるんですよね。その分やっぱ抵抗があってその抵抗に勝てなかった感じがある。もうちょっと広い気味で打ってみたらどうなるかですね、はい、払うイメージですか。払うイメージでちょっと打ってみたいと思います。お、あ、でも少しフェード、やっぱそうですね、ちょっといつもの球に似てる。ナイスオン。そうですね、右に流れている感じはありますね。やっぱちょっと難しいし、今みたいに払って打ってもボールが上がってくれてないんで、はい、僕のパワーだとちょっと3番アイアンは結構難しいかもしれない。須藤プロでも、はい、3番になってきた時の方がそのちょっとした抜けの難しさだったりがちょっと大きくなってくるってことですね、はい、そうですね。あとやっぱ今のクラブロングアイアンって言っても、まあ、3番アイアンないし4番アイアンとかって重心が結構低くなるんで、はい、ボールを打って上がりやすくはなってるんですよね、はい、多分その辺がまあこのジェイズのアイアンはまだ搭載されてない感覚があるんですよ。はい、まあ、今の重心の位置はどのぐらいでっていうのは把握できてないんですけど、ただやっぱボール上げにくいなっていうのはありますね、はい、ありがとうございます、はい、すごい。じゃあで完成モーメントとかも全然違うってことですね。いや多分全然違います。だからミスに対してこう弱くなっちゃうというか、あ、まあ、今の方がミスに対して寛大だよねっていう、はい、そっか。じゃあ結構ナイスショット
の時の、いいボールが出る確率みたいなのは本当に変わらないけど、うん、今の最近のクラブがミスに強すぎるってことですね。そうですね、ミスに対してはかなりこう許してくれるというか、はい、強くなってきてるなっていう印象はやっぱ改めて感じますね。そっか、じゃあプロのねナイスショットももちろんそうですけど、30年前の私みたいなアマチュアが100ギリ試験やってたら本当すごいですね。そうですね、うん、いやすごい多分いたと思います。そういう30年前にね100ギリした視聴者の方とかいらっしゃると思うんですけど、はい、いや本当にすごいなって思いました。そうですね、またプロゴルファーの方もですね、はい、やっぱそのこういうミスが許されない中で、うん、こうシビアな状態になっても、うん、やっぱこうピンポイントで狙ってくれる技術を持ってたっていうことなので、はい、やっぱそういう選手たちの技術の高さっていうのも改めて感じますよね、うん、はい、おー、はい、いい研究になりました。はい、はい、今回ですちょうど30年前、はい、ストープロの同い年のクラブだったんですけれども、はい、これまた30年後やりましょう。そうですね、はい、研究、はい、そうですね、はい、でどうなってるのか、ね、はい、60年前のクラブから取っといて、取っといて、で今使ってるのが30年前のクラブ、はい、でその30年後どんなクラブが出てるのか、ね、もしかしたらスイングしてないかもしれないよね脳でこうイメージしたものがパンって飛んでいってるくらいのクラブかもしれないでも分からないです、こんだけ。そうですね、はい、こうやって今言ってることが現実になるかもしれないし、はい、もしかしたらもうこんだけいいクラブができてるから技術が限界かもしれないし、うん、確かにそうですね、はい、そして私今回初めてこれ見たんですけど、私の中では一番古いクラブだったんですよ、はい、もし皆さんの中でもっと古いクラブお持ちだよっていう方がいらっしゃったら、うん、ちょっと教えていただけたら、はい、お借りできたりなんかなと、お借りできたりなんかなとちょっと期待しております、はいはいはい、研究対象としてやらせていただきたいと思います、はい、ということで第1回目は30年前のクラブとの打ち比べでした、はいはい、いい研究になったと思います。お、所長また次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てね。